は転校生を紹介します。佐藤由紀奈さんです。日本名字多いランキング1位らへんの佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。お前もしかして惚れたんか。え、そんなんじゃねえし、でも俺の胸がすっごくキュッてなってさ、心臓の右心室じゃなくて左心房がうるさくって。なあこれって病気か。バカめ、左心房がうるさいなんてそれは立派な病気さ。マジでか。あ、佐藤さん、席はそいつの隣やで。え、うん、よろしくね。あ、タセフィーヌです。タセフィーヌいい名前ね。ふ、俺は大西だ。コリシ君、うん、よろしくね。いや、大西です。先生、教科書ありません。あ、そうなの。じゃあ、そうね、谷君、はい、今日佐藤さんに教科書見せてあげて。はい。ごめんね。ふん、そういう時はありがとうだろ。え、そうね、ありがとう。はい、ここはね、シンクのイングの同名詞になっているから考えること、つまりちょっと難しい言葉で思考ということですね。じゃあ次のこっちのブレインは一体どういう意味だろう。はい、谷君。はい、ちょっと頑張り急げ。名詞の脳です。はい、正解です。うん、ボーイフレンド、I want to be your boyfriend。 はい、皆さんここのラブですけれどね、愛をする、愛する力、人を愛する力というのは相手を美化することなんです。もちろんその相手をとことん美しく素敵で神秘的な存在として思い込む力です。それを多分愛と呼ぶんです。愛された人は自分がそんな美しく神秘的でないことはもう分かっています。でも愛されることによってその思い込みが、その思い込みが相手にも移っていきます。そして勇気をくれるんです。だから愛は人を変えるんです。それが愛の力なんです。すっごい分かる。さすがワンちゃん先生、ほんますごいわ。うちも人を愛してみたいもんやわ。なあ、キョーピー、キョーピーって俺かよ。キョーピーとか交わってるやん。俺もお前のことキョーピーって。やばれな、彼氏。これでいいの。ユキナ、そろそろ起きよ。また5時でしょ。私の朝は7時からって決めてるの。あと2時間。ワッツアップ。もう昼休みやで。あなたは？私はなつき。よろしくね、リキナ。よろしく、ナッツン。さすがナッツン、もう佐藤さんと仲良くなってる。さあ、しかも佐藤さん、京介とも仲良くなってんねんけど。うまいな。ああ、佐藤さんは京介のいいところに気づきませんように。大丈夫やって、応援してるから。ありがとう。今日の英語の授業って何時間目やったっけ。6時間目。もう、やっぱ、宿題やってんじゃん。え、マジで。うん、貸すか。うん、貸して。いいよ。はい、ノート、ありがとう。そういえばさ、うん、最近京介とどうなん。え、どうって別になんもないで。最近あいつかっこよくない。え、そうかな。あ、そういえばさ、最近さ、佐藤さんと京介って仲良くない。そうやな、エリコエヴァインとちゃう。え、やばくないし、うちあの二人仲良くたって全然関係ないから。そろそろ素直にはいいや。学校案内してくれてありがとう。いいってことよ。佐藤さんちょっといい。じゃあ帰ろう。バイバイ。またさ、京介のことどう思ってんの。え、うちの身体じゃなくて楓が身体だけやから。好きやの牛丼。あ、あんた京介のこと好きやの牛丼って思ってた。違う、
一緒に行かへん？はぁ？ってどう思ってんの？好き。うん、大好き。でもそんな恥ずかしいこと言えんな。思ったこと口にしただけだから。じゃあ行くね。うちは興味ないけど私頑張るね。大野さんもきっとパセフィーヌのこと好きなんだよね。あーうん、全く素直にならんけど京介以外にはバレてるわな。まあ負けり気はしないけどね。すげえな。加藤さん素直だったね。うちもああなれたら楽なんやろうな。なあうちも素直になっていい？え？え？うん。実はうちエリコの話聞いてるといつの間にか京介くんのこと気になって好きになってた。え？ごめん。まあしゃあないって。だって京介いいやつやし。これからはライバルな。今日二人にもライバル宣言されてんけど、しかも好きとかよく言えるわ。あーほんまどないしよう。仮にも未来の自分の名字ぐらい覚えて。俺さ、